ダーティーベアの大冒険解説シリーズ第1作目だね。高千穂春香氏原作、安彦義海氏イラスト、世界福祉事業協会 3AA、 トラブルコンサルタントケイトユリ、コード名ラブリーエンゼルがトラブル続出へ、人々は患者らをダーティーベアと呼びます。惑星タングルへ向かう2人、グラバース重工業大爆発炎上事件最小数、ダーティーベア元いラブリーエンゼルとクアルの麦の活躍は余談だけど、この2人防火対策に人気あるようだね。わら、現在のラノベのように読みやすいですよ。ダーティーペアの大冒険解説しました。面白いよ。